方向指示器右側の全部方向指示器と側面方向指示器が点灯している状態方向指示器とは自動車、オートバイなどにつける保安部品で右左折や進路変更の際にその方向を周囲に示すための装置である。緊急時には両側を同時に点滅させることでハザードランプとしても使われる。日本ではウィンカーまたはウィンカーと通称される。 方向指示器を指すイギリス英語の口語的表現、ウィンカーからの音訳である。これを部品名や整備書には、ターンシグナルランプという呼称が用いられてきたが、今日ではユーザー向けのカタログや取扱説明書も、ターンランプなどの表記へ移行している。イギリス本国で、ウィンカーの語で呼ばれることは2020年時点では、稀であり、インディケーターが用いられる。 アメリカ英語では砕けた表現としてブリンカーもしくはターンシグナルシンガポールではシグナルと表記故障するドイツでも以前はウィンカーと呼んでいたことがある特にヤバネ式腕儀式のものを英語圏ではトラフケーターセマホア日本ではアポロとして区別したこともあるすべてのランプを同時に点滅させることでハザードランプとしても使用される 自動車の方向指示器の各ランプの位置設置部位により全部方向指示器、側面方向指示器、後部方向指示器というように呼び分けられる。最近の自動車ではドアミラーに側面方向指示器を内蔵する車種が増えているほか一部のタクシーのように屋根にもランプを装備している例もある。方向指示器はあくまで保安部品なので仮に故障したとしても 車両としての走行機能には影響しない。しかし、多くの車両が同時に走行する、行動上では、交通安全を確保するため欠かせない装備であり、日本を含めほとんどの国において、構造、動作、操作に関するルールが定められている。初期の自動車においては、交通絶対量が少なかったこと、また、オープンボディが大半であったことなどから、 装備としての方向指示器は存在しなかった。進路変更を周囲に伝達する必要がある場合は、馬車時代からの身振りを踏襲した手信号による意思表示を用いており、それで十分だったと言える。なお、手信号は現在も道路交通法において規定されている。その後、大量生産の時代を迎えて、交通量が爆発的に増大し、 交通の円滑性、安全性から、進路変更時の合図が重要となり、同時にクローズドボディの普及により、車外に何らかの信号装備が求められるようになった。1893年、イギリスの JB フリーマンによって、文字盤式の方向指示器が発明される。これは、車体後部に表示内容を変更できる、ロール式の掲示板を設置して、手動操作によって、レフト、 ライトの文字が表示できるようにしたものであった。ヤバネ式方向指示器日本のアポロ式写真は大型車用の汎用品1900年代初頭にはイギリスの F ・フォークナーによってボディサイドに装備するヤバネ式の方向指示器が発明される。このヤバネ式は可動式の表示器を通常はボディサイドに収納しており操作時にアームを 車体から突出させて周囲に意思を伝える方式である。ヤバネ式の方向指示器は手旗信号を元にしたもので、鉄道用信号機としても、セマフォ式鉄道信号機と呼ばれ、世界的に普及している。自動車では、セマフォ方向指示器を略した、セマフォのほかトラフケーターなどと呼ばれている。動作はケーブルを介した手動式か、 旧機関の負圧を利用したバキューム式であった。1908年にイタリアのアルフレード・バラッキーニがアームの中に電球を入れたものを発表した。当時、電気式前消灯がすでに普及し始めていたため、矢羽根を透明樹脂製とし、伝承式とすることで夜間でも非視認性の高い方向指示が可能となった。操作はまだケーブルを介した手動式であったが、 1918年、イギリスのネイリックモーターシグナル社が、小型モーターを用いた、電動式アームで特許を取得した。しかしこのシステムも、ギュスターブ・ドネとモーリス・ボアソンの二人のフランス人、発明家のアイディアによって、すぐに、時代遅れとなる。彼らは1923年に、アームのアクチュエーターを、電磁石に置き換え、指示器すべてが、ピラーに完全に収まる。 より小型で簡潔なシステムを発表した。さらに、1927年、ドライバーに作動を通知する、車内インジケーターを追加し、その後のスタンダードへとまとめ上げたのは、ドイツのマックス・ルールとエルンスト・ノイマンである。電磁式のメーカーでは、イギリスのルーカス、ドイツのヘラなどが代表的である。日本では、 自動車の普及と透過類の法整備が遅かったため、一般向け乗用車などでの車体内蔵式の採用期間は非常に短く、左右独立点滅式方向指示器の義務化以降は未装備の車両向けを中心に、アポロ工業の外付け型矢バネ式方向指示器が汎用品として市場をほぼ独占した。そのため、アポロ製品が ヤバネ式方向指示器の代名詞となり、さらに車体内蔵式を含むヤバネ式方向指示器のすべてがアポロと呼ばれるほど一般的な存在であった。小型車で点滅式が主流となった後でも、ミ輪自動車、大型トラック、バスでは新車にもアポロとそのライセンス品が使われていた。これらの外付け型は多くの車種に対応するため大きさは大小。 電圧は6ボルト、12ボルト、24ボルトの各種が用意されており、ヤバネ内の表示灯も初期は常時点灯式であったが、後に点滅式へと変更されている。また、点滅式方向指示器とアポロとの併用も見られた。その後アポロは、点滅式への移行に伴う需要の低迷から、急速に衰退し、アポロ工業自体も1964年に、 サンウェーブ工業に吸収合併されている。アポロ式方向指示器自体も1973年からの法律により装着ができなくなった。ヤバネ式実用化後にバイメタルを応用しヤバネを廃した点滅灯式方向指示器が考案され、1935年にはイタリアのフィアット1500やアメリカのビュイックに採用されている。 ヤバネ式と点滅式はしばらく共存していたが、点滅式は特に昼間時の視認性の良さと、断線、焼損の懸念のある電磁石や、機械的稼働部が排除されたことによる、信頼性の高さにより、欧米では、比較的すぐに、日本においても1950年代までには、主流となっていった。1960年代、特に、アメリカでは、道路交通の過密化、 高速化が進み、自社と周囲の安全を確保するため、より多くの情報を伝達する必要が生じた。そのため、方向指示器は、そのすべてを同時に点滅させることで停車中であることを知らせる、ハザードランプとしての機能も併せ持つようになった。日本車でも、輸出向けから採用が始まり、全車に普及していった。また、 点滅機構もバイメタルからトランジスタとリレーを用いたものへと変わり、その後も改良が続き、玉切れ時に突きっぱなしになる欠点を補う倍速点滅機能も盛り込まれた。1990年代に入り車両電装品の電子制御化が進むと、方向指示器は外部から視認が容易な位置にあること、また元々点滅機構を備えることから、 盗難アラーム、リモコン操作の確認など、社外から何らかの合図を確認する目的でも使用されることになる。オートバイでの方向指示器の装備は四輪車よりも遅く、1950年代にヤバネ式がオプション装備されたのが始まりで、すぐに点滅式に交代している。方向指示器の基本構造は、運転者が操作するスイッチにより、 当下の点滅を制御する回路に電流を流す。制御回路は、当下の点滅のほか、作動状態を運転者に表示するインジケーターや、補助的に音を発生する装置を作動させる。右側、全部方向指示器の視認範囲、タクシーウインカー当下は、点滅を行うランプである。乗用車の場合は、車体全部、後部、側面に3体が装備される。大型車の場合は、 車体中央部側面にも1体が装備される。オートバイの場合には、車体全部及び、車体後部に2体が装備される。オートバイの全部方向指示器は、バックミラーや、ハンドルバー両端などに取り付けられている場合もある。車両前方から視認できる、両車両進行方向へ配行されているため、側面方向指示器ではない。屋根の縁や荷台後方の高い位置にも1体の、 方向指示器が増設される場合がある。通常、後部方向指示器は片側一頭ずつ点滅するものが多いが、トヨタクラウン、日産、セドリック、グロリア、三菱、エアロシリーズなどの過去のモデルや、トラック、三菱、チャレンジャーの後期モデルなどでは独特の存在感を出す。ために、ゴミ収集車や路線バスなどでは、路上駐停車の頻度が高いことから、 片側二頭以上点滅するものもある。タクシーは、急停止や、方向転換、乗客の乗降車などが頻発するため、ターンランプや、ハザードランプの点灯を周囲に認知させる、必要性が高い。東京や仙台などの一部の会社によっては、屋根の上の安ど両脇への補助ターンランプの装備がある。これを、日本国内では、タクシーウインカー、または、 ルーフウィンカーと呼ぶ。類似の装備は日本国外でもしばしば見られ、ニューヨーク市のイエローキャブも同様の装備を持つ。また、後部の窓にターンランプと連動して、注意という文字を点滅させる装置を装備した車両もあった。ドアミラーターンランプ。写真右が点灯時。ドアミラーターンランプ。写真右が点灯時。6個の LED 光源が見える。 乗用車や小型貨物車では、ドアミラーの前面から側面に、方向指示器の灯下が内蔵されたものがあり、現在では、市販車両の純正部品として広く採用されているが、ダイハツ工業のように、多くの軽自動車の車種で部品を共通化させて、コストを縮減させるためや、破損時の修理費用が高くなることなどを考慮して、 カスタム系など一部車種のみの導入に止めているメーカーも存在する。この装備は安全性の向上に寄与し得るとの調査結果がある。市販車での世界初採用は1998年に登場したメルセデスベンツ S クラス。日本車での初採用は2001年の日産の4代目シーマである。車体側面に方向指示器を装備する義務がないアメリカでは、 斜め後ろから見えるドアミラーの鏡面で表示が点滅する方向指示器が販売されている。乗用車の場合、旧来のランプユニットは、金属のプレス品の反射部と電球を保持する、口金等を溶接した本体に、ゴム製のガスケットを挟み、着色された樹脂レンズをねじ止めする構造で、ねじ止めで車体への取り付けられていた。生産台数の増加した現在では、 コストダウンのため、反射部は樹脂製のハウジングと一体化され、樹脂レンズと高周波溶着された構造を持つものもある。溶着されたハウジングは、機密性が高く、温度変化による内部結露を防ぐブリーザーを持つ。取り付け方法はハウジングに設けられたボスと、車体に付けられたゴムブッシュの組み合わせによるはめ込み式を採用するものがある。以前は、 溶着技術にメーカー感覚差があり、特定の車種で溶着不良による内部への浸水がよく見られた。ハウジングを樹脂製としたランプユニットでは、ボディアースは使用できず、カプラー化されたソケットから導線でアース接続されている。レンズは橙々色に着色されているものが主流である。一方、無色のものもある。現在は、 多くの国々の法規で橙々色と定められているが、かつては全部の方向指示器は白色が中心であった。例えば、アメリカでは1963年から橙々色の方向指示器の使用されるようになり、1968年に法制化された。ただし法令上は消灯中の色を定めていないことから、現在は、 デザイン上の手法として、無色のレンズを利用し、点灯時に橙々色に見えるように設計されているものがある。無色のレンズの内側に電球を覆うカバーを追加して、カバーを橙々色に着色したり、電球の表面を橙々色に着色したりといった方法で透過光を橙々色とするほか、橙々色に発光する LED を利用する場合もある。 アフターパーツとして販売されている場合や、純正として採用されている場合がある。電球の表面を着色した製品の中には、電球から発せられる熱の影響で塗料が剥がれ、白色の点滅となり、保安基準に適合しなくなる場合がある。同様にデザイン面から一部の間で、リアコンビネーションランプ前面を赤くする改造も、広まった。この場合、 電球を緑色に発光するタイプに取り替えることで、オレンジ色の光を得られる。電球電球の口金形状は規格化されており、JIS-C7506 に規定される BA タイプ、特に BA15S がよく使われる。方向指示技用の電球は、他の等価と同様に、スワン式と呼ばれる口金を使う方式のものと、ウェッジタイプと呼ばれる差し込み式のものがある。 スワン式は円筒形の口金側面に短いピンをソケットの側面に切られた L 字型の溝に引っ掛けソケット底部に組み込まれたバネの力で電球の口金を押さえて固定する方式である電球の極性は中心電極をプラス口金部をマイナスとしている車種がほとんどであるネジを使った エジソン式と比較すると振動で緩みにくく、ソケット底部のバネの力により、接点の接触圧力が保たれる。ウェッジタイプは、ソケットに設けられた、長方形の差し込み口に、長辺の両面から押さえつける接点金具が組み込まれ、電球を、くさびのように、接点金具の間に差し込む方式である。乗用車の方向指示器に用いられる電球は、一般的に、 フロント用には15、または21から 27W、リア用には21から 27W が使われる。サイド用は小型のものが使用される。ただし、近年のコンパクトカーやファミリーカーのクラスの車種では、電球交換の知識と技量を持たないユーザーに触られることを嫌い、点滅しなくなった時には販売店や整備店に、 相談するよう取扱説明書で指示しているものもある。2002年頃から LED の高輝度化に伴い、電球よりも長い寿命や、非視認性向上、消費電力低減などのメリットから、方向指示器に LED 照明を採用する車種が増えている。電球を置き換えるための口金タイプなどの LED ランプも発売されているが、 中には安価な汎用品を用いた商品もあり、光が拡散せずに照射範囲が保安基準を満たさない粗悪品もある。電球は消灯しているときはフィラメントが冷えており、点灯時より抵抗値が低くなっているので、点灯する瞬間に定常電流の10倍近くの大きな電流が流れるが、LED では突入電流は発生しない。 もともと電球を取り付けるよう設計されている車両では、突入電流を利用して、機械式リレーの接点のゴミを焼き切り接点の接触不良を防止するように設計されているので、LED に交換すると、ウィンカーリレーの接触不良により点灯しなくなることがある。電球へ流れる、電流値を利用して玉切れを検出する機構を備えた車種では、 電球より電流が少ない LED を取り付けると、検出機構が玉切れ警告を表示する場合がある。これらの問題を解決するため方向指示器を制御する、リレーを LED 対応にするための半導体リレーも発売されている。路線バスの乗客用方向指示器路線バスの一部には、方向指示器と連動して点灯する、表示灯を客席前方の車内に備える場合がある。 フットブレーキの操作に連動する、表示灯とともに、乗客から視認しやすい位置に設置される。トラックなどの大型車のうち、日本向けの車両には、方向指示器を操作した際に、外部のチャイムを鳴らしたり、チャイムとともに、右へ曲がりますと音声を流す装置を装備するものがある。一部の路線バス車両では、左の方向指示器を出した時のみチャイムが鳴るようにしたものもある。 方向指示器を操作するスイッチには、右左折などの合図の際に用いるスイッチと、非常停止等として機能させるスイッチがあるのが、通常である。方向指示スイッチコンビネーションスイッチと、単独スイッチ。写真は共に、右ハンドル車矢羽ネ式の自動車では、ダッシュボード上に装備されたレバーによるワイヤーで、操作するものもあった。電動の矢羽式や、点滅式では、 トグルスイッチなどの電気スイッチがダッシュボード上に装備されるようになった。電気スイッチは左右に方向に接点を有するスイッチが使われ合図の開始と終了のいずれにもドライバーによる操作が必要であった。1950年代頃からステアリングコラム側面に装備されステアリングホイールから手を離さずに操作できるレバーが主流となった。ステアリングホイール内側に 円管型の警笛スイッチを持つ車種では、警笛スイッチを円周方向に回転できるようにし、方向指示スイッチとしたものもあった。同時に、ステアリングシャフトの回転を利用した機構で、ステアリングを中立に戻す際に、自動的にレバーが中立位置まで戻り、合図がオフとなる、オートキャンセラーの装備が進んだ。オートキャンセラーは、アメリカ車などでは、 ステアリングポストに装備された初期から普及した一方、欧州車などでは近年までオートキャンセラーを装備しない車種も見られた。標準的なオートキャンセラー付きスイッチの場合、レバーを操作して一定の位置を超えるとクリック感がありスイッチオンの位置で固定される。クリック感のある位置を超える前にスイッチは入るが、レバーは固定されず手を離すとバネの力で中立位置に戻る。 オートキャンセラーはステアリングを中立に戻す際の回転角度がある一定以上になると働くが車線変更などのようにステアリング操作角度が小さい場合はオートキャンセラーが作動せず手動でスイッチをオフにする操作が必要になる場合もあるレバーが固定されない位置でスイッチが入る機能は車線変更の際に手動でスイッチを切る操作を省くことができる 初期のオートキャンセラーには備わっておらず、この機能の普及初期には、レーンチェンジャー付きと称したメーカーもあった。現在は、レバーを軽く一度だけ操作すれば、あらかじめ2意に設定された回数の点滅を自動で行う車種もある。現在の BMW 車及び一部レクサス車では、レバーを操作してもオン位置で固定されず常に、センター位置に戻る方式を採用している。 ターミシグナルとワイパーのスイッチが一体になったメルセデスベンツのマルチファンクションレバー日本車の場合は方向指示スイッチと全消灯などの灯過を操作するスイッチが一本のレバーに組み込まれたコンビネーションスイッチが主流である欧米の車種の場合は全消灯などのスイッチが独立してダッシュボードに配置装備されている場合もありターミシグナルスイッチ単独のレバーも見られる 稀にダッシュボードからパドル状の操作スイッチをステアリングホイール付近に伸ばす方式やメーターナセルの縁にロッカースイッチを装備する方式なども見られる。メルセデス・ベンツの車種のうちモデル W201、W124、W126 の時代までは右ハンドル仕様はステアリングコラムの右側に 左ハンドル仕様は左側に配置されていたが、それ以降の車種では ISO の規格に合わせ左側に統一されるようになった。なお、メルセデス・ベンツの主要モデルではターンシグナルとワイパーのスイッチを1本のレバーに一体化したマルチファンクションレバーを長らく採用している。ターンシグナルスイッチの配置は日本車や韓国車。 オーストラリア社等のうち日本国内向けやオセアニア、東南アジアの左側通行採用国に向けた仕様では、ステアリングコラムの右側にレバーが装備されるのが通常だが、他の国のメーカーによる車種や、日本メーカーのその他の仕様では、ハンドル位置の左右に関わらず左側に装備されることが多い。これは ISO 規格で強く推奨されているためである。したがって、 右ハンドルの日本車でも日本国内で販売される仕様と欧州の左側通行の国で販売される仕様とでは方向指示スイッチの配置が異なる。北米生産の GM 車、ヒュンダイ車など日本向け輸入車の一部には右ハンドル、右側方向指示機を採用している車種がある。オートバイの方向指示スイッチは左側ハンドルのグリップ付近に スライド式のスイッチが装備されていることが多い。進行方向に対して左右あるいは上下に操作することでスイッチが入り、スイッチを切る操作は中立に戻す方式や、スライドスイッチの中央にキャンセルボタンを備えたプッシュキャンセル式がある。プッシュキャンセル式のスライドレバーは指を離すと中立の位置に戻り、中立位置でキャンセルボタンを押すとスイッチが切れる。 プッシュキャンセル式は、はじめ中型以上の排気量区分を中心に普及したが、やがて他の排気量区分へも普及していった。ハーレーダビッドソンや BMW などの一部車種では、左右独立したプッシュボタン式のスイッチが、左右それぞれのグリップ付近に装備され、一度押すと、スイッチが入り、再び押すと、スイッチが切れる。旧型のホンダスーパーカブは、 そば屋の出前持ちが片手で運転できるようにとの配慮からスロットル操作を担う右グリップ側に装備されている。オートバイは自動車に比較するとステアリングの操作角度が小さいことから自動車のような機械的なキャンセラー機構は普及していない。川崎 Z1R、Z1R2 などではターンシグナルが作動してから 一定時間経過後に走行距離でオフとなる次元、距離式のオートキャンセラーが採用された。1982年のホンダ CBX400 回インテグラーには角度検知センサーなどを使用したオートキャンセラーが採用されたが、当時は動作が安定せず姿を消している。ホンダフュージョンでも右左接終了時に自動で ターンシグナルの作動を終了するオートキャンセル機能を搭載していた。フュージョンのオートキャンセル機能は比較的高精度だったがターンシグナルを自動終了するだけという機能の単純さに対してかかるコストが見合わないと他の車種にまで大きく普及することはなかった。ハザードスイッチメルセデスベンツのハザードスイッチ形状とアイコンが三角非常停止板を模している二輪車に 装備されているハザードスイッチハザードランプのスイッチは方向指示スイッチとは独立して備えられる。乗用車や小型商用車においては古くはステアリングコラムの上面に小型のプルスイッチやシーソースイッチとして装備されていたがダッシュボード中央や運転席と助手席の間などどの座席からでも操作しやすい位置にプッシュスイッチが装備されるようになった。 かつてのものより大きめで、ハザードランプの動作に連動して、スイッチが点滅するものもある。大型トラックバスにおいては、以前はレバーを手前に引いてオン、奥へ戻すとオフもあったが、ステアリングコラム左側のレバーを手前に引くことで、オンオフ切り替えとするものが、一般的である。変わったものでは、トヨタジャパンタクシーでは、ステアリングホイール上にハザードスイッチを有する。 緊急時に備えて、イグニッションキーがオフや抜かれた状態でもハザードランプは作動する。また、一部の車種は急性動時や衝撃を感知した時にも自動的に作動する。方向指示スイッチで操作されている最中でもハザードランプのスイッチを押すと、ハザードランプの機能が優先され、すべての方向指示器を同時に点滅させるのが一般的だが、ドイツ車の一部では、 ハザードランプ動作中に方向指示スイッチを操作すると方向指示の機能を優先する車種もある。オートバイにはハザードランプの装備義務がない。川崎重工業がいち早くハザードスイッチを装備していて近年では全メーカーの 250cc クラス以上の日本仕様のオンロード系車種の多くに装備されるようになった。オートバイの全消灯が常時点灯にされることに ともない、全消灯スイッチを排した代わりにハザードスイッチを装備させるなどして普及した。アフターマーケットには、ハザードランプスイッチを持たない、車種用に独立したスイッチを追加する製品があるほか、方向指示スイッチを特定操作によって、ハザードランプを作動させるようにしたものもある。インジケーターの左右別タイプと共通タイプ運転車に、 動作を知らせるインジケーターが装備される。メータパネル上には、表示部と同調して点滅するランプが装備され、インジケーターは、左右別のランプが装備されるのが、一般的だが、欧州車では左右共用のランプを一つだけ、装備するものがある。例としては、オペルコルサ、ルノー・トゥインゴなど一部の欧州製小型車に見られるほか、1990年代前半。 ゴロまでのフェラーリ各社にも同様の装備が見られる。オートバイの場合にはメータパネルのスペース上の問題から左右共用タイプも比較的多く見られる。自動車では点滅に合わせて音が発して聴覚的に動作を通知する。リレーの動作音をそのまま利用する場合が多かったが、回路の電子化が進んだ現在では電子合成音を採用するケースが増えている。 ブザー音のほか従来のリレー作動音を再現したものがある。方向指示器は、スイッチオンで点灯するのみの他の灯下と異なり、ランプを一定の点滅速度に制御する機構が組み込まれている。点滅速度は、日本やアメリカの法令では、毎分60から120回で、一定と定められ、その他の国や地域においても、同様に、欧州を中心とした。 標準化委員会が定める規格が採用されている。また、安全性の問題から完全に同期する必要があり、すべてのランプは一つの制御機構によって制御されるのが通常である。一部の例外として、バッテリーレス仕様のオートバイでは、すべてのランプを同時に点灯させるだけの電力を供給できない場合があるので、ランプは前後交互に駆動される仕組みを取るものがある。 点滅を制御する装置にはリレーが古くから利用されている。方向指示スイッチやハザードスイッチでリレーに通電するとランプに電流を流す回路に一定間隔で通電と切断を繰り返しランプが点滅する。古くから利用される方式としてはサーマルリレーが採用されてきたが電子部品の発達に伴いコンデンサや半導体を利用したリレーも 利用されるようになった。さらに、高度に電子化された、現在の自動車においては、コンピュータで制御される例もある。サーマルリレーはサーモスタットに使用されるものと同様の、バイメタルを利用する方式で、バイメタルの他にヒーターを備えている。バイメタルは、熱膨張率が異なる2種類の金属を貼り合わせた、接点金具で、ヒーターによって熱が加えられるよう配置されている。 待機状態では、バイメタルの接点は、通電状態にあり、リレーに通電すると、ランプとヒータの電流を流す、主回路に通電する。ヒータが発熱することで、やがてバイメタルが変形して、バイメタルの接点が離れて、主回路が切断される。熱を受けなくなったバイメタルは時間の経過とともに、元の形状へ戻り、再び主回路を閉じる。これを繰り返すことで、 主回路が開閉を繰り返し、ランプが点滅する。バイメタルは金属物性を利用しているので耐久性に富み、特性も変化しにくいためこの方式は長年主流であった。ヒータ部については加熱、冷却が繰り返されるため安定性の高い金属が採用され、これが部品を比較的効果としていた。コンデンサと抵抗による。 発信回路を利用したリレーも使用されるようになるが、キャパシタの容量劣化による点滅周期の変化が起きやすく、寿命の点ではバイメタル方式の方が優れていた。タイマー IC などの半導体素子の制御による電子式リレーが登場して、以降も自動車用は他の用途の半導体リレーと異なり、主回路の開閉には機械式リレーを利用している。近年では、 視界路の開閉もパワートランジスタ素子で行う電子式リレーが採用されるようになった。方向指示器の操作回数が多い路線バスでは、リレーの接点不良による方向指示器の故障を避ける観点から、1980年代半ばから電子式リレーが一部の事業者で採用されている。電子式リレーは点滅精度が最も安定しており、部品単価も抑えられる。 室内灯やドアロックなど他の伝送品を制御するコンピュータユニットを備えた車種では方向指示器の点滅制御をコンピュータユニットに統合する場合もある日本やアメリカ EU の法令や規格では方向指示器でランプ切れなどが発生した場合は運転者に通知するように定められていて制御回路はこのための機能も持つ方向指示器の各ランプは 並列に接続されており、一つのランプで玉切れなどにより、電気が流れない状態になっても他のランプは点灯できるようになっている。一方で、リレーに流れる電流量が変わるため、リレーの動作が変化する。あるいは、電子式であれば、電流検出抵抗により、電流値の変化を検出して、制御を変える。これにより、方向指示器の点滅速度を速くしたり、 点滅せずに連続点灯の状態にすることで異常を知らせるようになっている。ハザードスイッチの回路は運転者の操作以外にも、カーアラームやリモコンドアロックなどの応答を表示するアンサーバック機能として、あるいはエアバッグなどの衝突安全装備と連動したり、急ブレーキ時の車両減速度に応じて自動的に制御される場合もある。これらの機能に利用される制御回路は、 方向指示器の回路とは別に設置され、アンサーバック機能が故障しても、方向指示器の動作に影響が与えない配慮が、されている。方向指示器に関する法令、規格には次のようなものがある。日本の現在の車両保安基準では、方向指示器の投稿の色は代々色でなくては、ならない。ただし、 現行の保安基準が施行される1973年11月30日、以前に登録された車両についてはこの限りでなくが、方向示め席を兼用していたが、1970年代からフルモデルチェンジやマイナーチェンジを経て、赤色のテールランプと大々色の方向指示器が別々になっていった。また、在日米軍の車両については、日本の車両法、 道路交通法が適用されないため、全部は、車複灯と兼用、後部は、ブレーキランプや、テールランプとの兼用という車両がある。取り付け位置も詳細に決められており、まず車体の周囲360度からいずれかの方向指示が視認できなくてはならない。さらに個々の方向指示器の動作視認範囲が、決められており、例えば右前面の場合であれば、 方向指示器の中心を起点とした、車体正面方向中心線から、左回り45度右回り80度の範囲で、点滅動作が視認できなくてはならない。側面方向指示器とは別に、ディーラーオプションや、アフターマーケットなどで販売されている、ドアミラーや屋根の両端に装着する、補助的な方向指示器は、道路運送車両の保安基準の第41条の2に、規定。 分類される。メーカーオプションのドアミラーの場合、側面方向指示器に分類される場合もある。過去のアメリカや日本の乗用車の一部と、バス橋型微灯の一部には、後部方向指示器を片側3連ずつとし、順次点灯させて、点灯部の面積を徐々に増すものや、点灯部が流れるように移動する、シーケンシャルタイプと呼ばれるものが存在したが、 共に認められていなかった。バス橋型には、テール、ブレーキ、ターンのすべてを兼用とした赤レンズが3連のものと、保安基準の改正に合わせ、上が、大々レンズの3連、下が、赤レンズの3連の、計6個のランプとした改良型とがある。デコトラなどでこれを真似たカスタムも見られるが、起点の移動や、点灯面積の変化が認められていないため、保安適合措置違反となる。 しかしながら、2014年10月9日より、保安基準の一部改正が行われ、一定の要件を満たすものに限り、方向指示器のシーケンシャル点灯が認められることになった。また、方向指示器を、車服灯としても機能させる改造をする使用者がいるが、これは2006年以降の車両と2005年以前の車両で、車検可否が変わる。 2006年生産者からは、車服灯は白色及び電球色しか認可されず、従って、方向指示器との兼用は不可。保安基準には、方向指示器または、非常点滅表示灯と構造上一体、兼用になっているものは、橙々色も、可となっているが、これは、自動車メーカーが、この仕様で承認を取った車両に対してであり、改造には適用されない。 2006年以前の場合、車服灯に橙々色を使用できるので、条件を満たせば許可となる。許可条件は以下の通り。逆に、方向指示器を出している側の車服灯を消さず、点滅式ではなく、明滅式にすると不適合である。また、方向指示器を出していない側の車服灯まで消灯させることも不可である。面積に関しては、 前後ともに20立方センチメートル以上必要であり、改造により、アフターパーツの方向指示器を装着した場合は、面積の基準に注意が必要である。改造により、側面から点灯が確認できなくなった場合は、ドアミラーウィンカーなど、補助方向指示器が装着されていれば、合法とみなされ、何ら問題ない。自動車用の投下のバルブ規格にはは、t 二十、t 十六。 10、S25、G18 など数種類あるが、このうちウインカー用は特に決まっておらず、改造により規格が変わった場合は視認性や明るさに問題がなければ合法となる。アメリカ合衆国における方向指示器の規定は世界の中でも独特である。アメリカ社及びアメリカ使用者では全部方向指示器は橙々色に規定されているが、 車幅灯と兼用にしていることが多く、その場合は光の増減のみで動作を示す、明滅式である。また、側面方向指示器の装備義務はないが、アメリカで義務化されているサイドマーカーの前方に方向指示機能を有する場合もある。その場合は、正面全部がダブル球の明滅式、側面前方が点滅式で、全部と側面前方が、 交互に作動する。後部方向指示器は、大々色だけでなく、赤色でもよく、赤色の場合は、ブレーキランプや、テールランプと兼用されていることが多い。逆に、方向指示器の発光面積の規定が、日本や欧州より、厳しく、主に、欧州メーカーでは、本来の方向指示器を赤くし、ブレーキランプも同時に点滅させることで、 方向指示面積を広げて、基準をクリアしているケースもある。日本や欧州では、これらはすでに保安適合しないため、これらアメリカ独自の使用を持った車両を、日本で運行させることは、現行の保安適合措置が施行される、以前の旧型車両、もしくは、日本の保安基準が適用されない例外を除き、許容されない。 アメリカ使用者を日本に輸入し販売する際には、全部方向指示機の改修や側面方向指示機の増設、後部方向指示機の独立した設置など、保安適合措置が必要となる。また独立した、車服灯や左側通行に合わせた全、消灯照射範囲の改修も必須である。日本では、方向指示機は、右左折や、進路変更の合図、ハザードランプは、 自社が交通の障害物となっていることを表示するためと同行法に規定されている。しかしながら、方向指示器やハザードランプを法規に定められている以外の様々な合図を目的として使用される場合もある。その一方で、講述するハザードランプの用法の中には、その行為を肯定するまたは直接的に否定できる法令等がないものが存在する。 道路交通法及び思考令で合図として定義されている、透火類の使用方法は、右左折、進路変更、展開だけであり、これらの行為を行わないときは、当該合図をしてはならないとされている。方向指示器の用法ハザードランプの、用法全般的に、ハザードランプは日本では、夜間や高速道路上の中低車時を除き、法定外の用法が多い一方で、 使用を明確に禁止されているわけではない場合も多い。アメリカ合衆国では、方向指示器は、ターンインディケーターズ、ターンシグナル、または、単に、シグナルと言い,い、もっぱら緊急時や危険時に注意喚起のために用いる。ラウンドアバウトでは、環状道路を走っている車が優先とされており、ワシントン州などでは、ラウンドアバウトを出るときにだけ、左ウインカーを出す運用となっている。 ハザードランプには、ありがとうという意味はなく緊急時や危険時以外の状況で、チカチカ点滅させると挑発していると取られかねない。自動車、オートバイ装備以外の方向指示器としては、以下のものがある。自転車の一部車種に、フラッシャーとも呼ばれる方向指示器が装備されている。使用目的は、自動車、オートバイ用のものと同様であるが、 法律などによる規定が存在しないために、その形状、動作は様々である。かつては、自動車のように、無色球と大々色のランプカバーを併用したものも、少なくなかったが、多くのものは横一列に並べた赤色ランプを、発光パターンによって、光が流れるように見えるシーケンシャルアクションを、電気制御によって行う。また自転車は、搭載電源を持たないために、 感電池を用いる。自転車の方向指示器は1960年後半から子供用自転車に多く採用されたが、ギミック的な要素が多く、実用性に疑問があったこと、また自転車の重量が増加することなどから、1990年代にはほとんどが姿を消している。戦車に代表される走行戦闘車両は多くの国で一般車両の法令、 規定適用の例外として扱われており、方向指示器を装備する義務はない。しかしながら、近年では、一般道路を走行する場合の周囲への安全を考慮して、方向指示器を装備している車両が多い。しかし、これらは、法令、規定に沿ったものではなく、あくまで自主的な判断として装備しているもので、一般車両の方向指示器とは異なった実装が、されている。 一例として、日本の90式戦車の前兆であれば、方向指示器は前後のみではなく、側面に補助方向指示器が必要とされるが、実際には装備されていない。これらの事情は EU 圏の戦車においても同様である。鉄道は他の乗り物と違って、線路の上を走るため、これから曲がる方向を予告する必要がない。だが、かつての鉄道では、 ポイントの切り替え操作が手動であったことから接近してくる車両を見てポイントを切り替える必要があり特に路面電車では道路上に自動車や他の電車が錯装する中通常の鉄道より不規則なダイヤでやってくるところを転鉄手がポイントを切り替えねばならなかった通常の天候であれば走車塔の窓から電車の方向膜や 系統板を見て正確なポイント操作ができるが、悪天候や夜間の場合、点鉄手が方向膜や系統板の表示を見落としてしまい、誤ったポイント操作によって、以前侵入事故を起こすことがあった。こうしたことから、ポイントに接近する路面電車から走車等へどちらに曲がるかの合図をより正確に知らせる必要が、生じ一部の都市、 鉄道会社の路面電車では、方向指示器を使用することとなった。これはここまでの話でわかる通り、放棄で義務付けられているものではないため、各社によって様々な形状や色が存在した。早い時期に方向指示器を取り付けた路面電車車両としては、1950年から1953年にかけて、東急玉川線に投入された80型がある。 当時の玉川線は、三軒茶屋交差点において、渋谷方面から頻繁にやってくる、二子玉川園域電車と下高井戸域電車の、ポイント操作の性格を期すために、八重系新造時に、正面窓上部両側に、方向指示器を取り付けた。その後製造された、タルゴこと200型や150型には、方向指示器が取り付けられたが、 先に登場していた7 0系以前の車両には取り付けられなかった。東急玉川線に次いで方向指示機を導入したのは横浜市電で1953年製造の1150型が方向指示機を取り付けて登場1958年製造の1600型も当初から方向指示機が取り付けられていた。ただ、この時期には この2形式以外に、方向指示器の取り付けがなされなかった。一方、神戸市電ではこれらの事業者とは異なり、500系以降のボギー車全車に、方向指示器の取り付け改造を実施して、1958年8月1日から、使用を開始した。横浜市電、神戸市電の双方とも中央に、プレス加工で矢印を打ち抜いた、楕円形のカバーを取り付けた。 方向指示器を使用していたが、神戸市電では、カバーに、クロムメッキを施していたのに対し、横浜市電では、車体色と同一に塗りつぶしていたほか、取り付け位置も横浜市電では、全面層か、神戸市電では、全面すそぶと異なっていた。その後、横浜市電では九百六十七年の千百型と千五百0系のワンマン改造時に、方向指示器を取り付けたが、 神戸市電とは異なり、1300型や1400型、などの通満運行のボギー車には最後まで、方向指示機の取り付け工事は実施されなかった。また、横浜、神戸両市電とも多数在籍していた単車は、方向指示機の取り付け対象外であったほか、神戸市電で300.400型といった単車の、大体に、大阪市電の801.901型を、 購入した100.200型も方向指示器を取り付けられなかった。これらの事業者以外に方向指示器を使用していた路面電車としてはクレシ電が存在した。しかしその後、1950年頃に大阪市電で開発されたポイント前方の河川上にドロリーコンタクターという接点を設けて通過及び停車位置によってポイントを転換する方式や 京都市電において特許を取得した軌道回路を利用してポイントの前で電車が通過するタイミングを利用してポイントを転換する方式が開発されたことにより路面電車のポイント操作も無人化に成功日本の路面電車からは走車灯が全廃されたこうして方向指示機の役目も終わりを告げた神戸市電の廃止後広島電鉄に譲渡された500型や1100系 1150型には、方向指示器が残っていたが、車体色と同一に塗りつぶされて、やがて撤去されてしまった。方向指示器を残したまま営業運転に使われていた。最後の路面電車は、東急世田谷線の150系だったが、玉川線廃市世田谷線内のみの運行となった。あとも、車体更新によって撤去されるまでの間は、全消灯の点灯とともに、 方向指示器が点灯された状態であった。世田谷線の車両がすべて 300K に交換されると営業線上で方向指示器を装備した路面電車は全廃された。なお似て、非なるものとして路面電車の正面下部左右にテールランプ以外の通過を装備している車両が存在する。これは大型自動車のように 道路上における大型通行物の接触注意を喚起しているものであって、方向指示器とは全く関係ない。1、航空塔、翼端当に航空塔微塔飛行機、船舶の場合は、方向指示器という名称ではないが俗2個呼ばれる場合がある。飛行機の場合、時期の進行方向を機外に表示する装置として、航空塔を持つ機体がある。航空塔は、 右翼端が緑色で、左翼端が赤色の前方から左、または右に110度、ビブが白色で左右に70度ずつ140度方向に常時点灯させる。航空灯により滝から進行方向が判別できる。船舶の航海灯も色と方向について同様である。ありがとうございます。